ムタチクル様。前職が前職だったので、不思議な話を聞く機会はそれなりにあった。老若男女問わず、こんなことがあったんだが何もしなくて大丈夫か。あれは一体何だったのか。などお寺に尋ねに来る人は多い。住職がうまく煙に巻いて安心させて帰らせたり、忙しい時はまともに取り合わなかったりもしていた。それを横で聞いているうち、不安ってなんだろう、と漠然とした疑問を抱いた。僕は心霊現象は信じない。昔はごく普通の怖がりな子だったが、宗派が霊だのなんだのを認めなかったため、自然と合理的な解釈を探し否定しようとする癖がついた。本当はおっかないけれど怖がらない姿勢ができた、とでも言おうか。しかしそんな中で、どうにも僕の頭では否定しきれなかった事例がいくつかある。寺の居間で、A さんという中年の男性が、先週のことですが、と、前置きしてから始めた話。中国地方のとある県に旅行に出かけ、昼食に郷土料理を食べたが、それが体に合わなかったらしく、店を出てから腹の具合が悪くなった。田舎道なこともあり、トイレを借りられそうなコンビニなどはどこにも見当たらない。車を止めその辺の草むらで、とも思わないでもなかったが、せっかくの旅行にちょっと恥ずかしい思い出が追加されてしまうのも面白くない。もう少し、もう少しと我慢を重ねつつうろうろするうち、村営会館の看板を見つけた。矢も盾もたまらず駆け込もうとしたが、ちょうど玄関から出てきたおばさんと鉢合わせ、危うくぶつかりそうになった。取り急ぎ、トイレを貸してくれと頼んだが、もう閉館時間で、私も鍵を閉めて帰るところだから、よそを渡ってくれ、と、にべもない返事が返ってきた。しかし、お腹がいよいよ差し迫っていた A さんには、到底聞ける話ではない。そこをなんとかと頼み込み、露骨にため息をつかれながらも、どうにか中に入れてもらい、トイレの場所を聞き、一目散に駆け出した。古い木造建築なため足音が大きく反響し、それがお腹に響くようで、嫌なおばさんへの腹立ちとも相まって、ここはひどく気に食わないところだと思った。飛び込んだトイレは、個室が3つある広いものだった。A さんは切迫した状況ながらも、自分が帰った後、あの嫌なおばさんがもしも窓か何かの確認に来た時に、匂いが残っているような状況になるのを避けようと、換気扇のある一番奥の個室の戸を開けた。しかし、汚い話で恐縮ですがそのトイレは、前に用を足した人が結構な量を排泄し、さらに流さずにそのまま出て行ったらしく、尋常ではないほどの量が残されていた。A さんは、これは下手に流したら詰まるかもしれないと考え、急いで隣の個室に飛び込んだ。なんとか間に合い、至福のひとときを味わっているうち、遠くから足音が聞こえてきた。ゆっくりとした足取りで近づいてきて、トイレのドア前の廊下で立ち止まった。どうやらあのおばさんがせかしに来たらしい。が、さっきのやりとりの中での心ない対応に腹を立てていた A さんは、別段急いで外に出ようとは思わなかった。まさか男子トイレの中にまでは入ってこないだろう、と、高をくくっていたこともあり、心ゆくまで力み続けた。ようやくお腹がすっきりした A さんが個室から出たのは、トイレに駆け込んでから5分ほど経ってからだった。ドア前から去っていくような足音はしなかったため、どうやらまだ外におばさんはいるらしい。意地悪を通り越して変人だな、と思いながら手を洗っているうち、奥の個室をこのままにしていたら、おばさんは A さんが残していったように思わないか、との疑問が湧いた。しかし、流せるような量でもなかったし、どうしようかと目を向けたところ、ふと違和感を覚えた。ドアノブに一部赤い部分がある。内側から鍵が閉まっているらしい。近寄って確認したが間違いない。隣の個室にこもっていながら、ドアを開閉する音に気づかなかったことが不思議だった。
まさかそこまでの爆音をお尻から奏でていたわけでもない。廊下からの物音に注意を向けていたため、音には敏感だったはずで、そんな中隣の個室に人が入るなど聞き漏らすわけもない。第一、隣は流さないと座る気も起きないほどの惨状だったはずだ。にもかかわらず、流した気配など微塵もなかった。しかしまあ、人が入ってるなら流しに行く手間も省けたかなと思い、廊下側に目を転じたところ、奥の個室からトイレットペーパーを引き出す音が聞こえた。やっぱり人がいた、とのやや場違いにも思える安心感を覚えつつ、一歩踏み出した足が凍りついた。さっきまで自分が使っていた個室の鍵も閉まっている。無論、トイレの中にはさっきから誰も入ってきてなどいない。ましてや、A さんの目の前の個室に、A さんに気づかれずに入れるわけがない。今までに体感したことのない奇妙さに、ドアノブを睨んだまま動けなくなった。その数秒のうちに、奥の個室のトイレットペーパーを引き出す音が異常に長いことに気づいた。紙をすべて引き出そうとでもしているように、音は一向に途切れない。ごく普通の生活音であるはずのその音に違和感を覚えた途端、おぞましい音に聞こえてきた。混乱する A さんの耳に、誰も入っていないはずの、しかし鍵がかかっている目の前の個室の中から、隣と同様、トイレットペーパーを引き出す音が聞こえてきた。その音を聞いた瞬間、全身に鳥肌が立った。何がどうとは説明できないが、他のいつでもない今、他のどこでもないここに、他の誰でもない自分がいること自体に、絶望的なほどの恐怖を感じた。個室の中の何かに気づかれたらおしまいだ、と思ったそうだ。腰が砕けそうになるのをなんとかこらえつつ、音を立てないように細心の注意を払いつつ、廊下とトイレとを隔てるドアにたどり着いた。ドアノブにかけた手に体重をかけ、なんとか身を支えている A さんの耳に、今度は廊下から奇妙な音が聞こえてきた。ドアの外で、誰かが飛び跳ねている音がする。しかも、飛び上がってから着地するまでの間隔が異常に長い。A さんが言うには棒高跳びのような感じだったらしい。直感的に、今外に出ると、ここにいるより怖いことが待っている、と感じた。外に出られず、しかしトイレの中になど絶対にいたくない。どうしようもなくなった A さんの中で、何の前触れもなく突如感情が爆発した。ドアの外、廊下で飛び跳ねている何かに対して、抑えようのない怒りと殺意を覚えた。A さんはなぜか、この状況は外にいる何かのせいだと確信していた。外にいる何かを殺さなければ、自分は死んでしまう。外にいる何かを殺せば、自分は助かる。ならば、その何かを殺すことに何の遠慮をすることがあるだろう。ドアを蹴破るようにして開け、外に飛び出した。廊下に仁王立ちのままちぎれんばかりに首を回し八方を見回したが、殺せそうな生き物は何もいない。次に、床に這いつくばり小さな何かを探した。が、何もいない。弾かれたように跳ね起きて、窓の外を見ても、鳥の一羽もいない。この時 A さんは、涙が止まらなかったという。外にいる何かを殺さなければいけないのに、なぜ何もいないのか。何でもいい。誰でもいい。どんな生き物でもいい。なぜ私に殺されてくれないのか。このままでは、私が何かに殺されてしまうじゃないか。どうしてくれるんだ。涙を拭いつつ冷静になろうと試みた A さんはその時、典型を得た。あのババアを殺せばいいんだ。あいつは嫌な奴だし、それに弱そうだから、多分簡単に殺せるはずだ。思いついた途端、こらえようのない笑いがこみ上げ、次の瞬間には大声で笑っていた。ようやっと、何かを殺せることにたまらない憂鬱を感じながら、玄関を目指して走り出した。A さんはそのまま外に飛び出し、おそらくは私物であろう軽トラックの助手席側のドアを開け、
何やら車内を探っているおばさんを見つけた。奇声を上げながら全速力で駆け寄っていったところ、気づいたおばさんは恐怖に引きつった顔をして、トラックの中に飛び込んでドアをロックした。すんでのところで間に合わなかった A さんは、運転席側に回りドアを開けようとしたが、間一髪おばさんがロックする方が早かった。A さんは、逃がしてなるかとばかりに軽トラックの荷台に飛び乗った。運転席に滑り込んだおばさんが車のエンジンをかけ、携帯電話に何かを怒鳴りながら急発進した。A さんはバランスを崩し荷台から落下し、頭をしたたかに地面にぶつけた。A さんはその時、脳震盪を起こしたらしい。何か生き物を殺したいと思いながら、体が思うように動かせない自分はなんと不幸なのだろうと、地面に大の字になったまま、夕焼け空を睨んで男泣きに泣いた。その後しばらくして、未だ動けない A さんは、おばさんからの電話を受けて駆けつけたらしい男数人に取り囲まれた。体は動かないが、殺していい生き物が近くに来たことで、A さんはまた極度の興奮状態に陥った。一番楽に殺せそうな年寄りが A さんに対して、変な言葉をわめきながらなんだか臭い変な水を振りかけた。その瞬間、A さんは自分が何をしているのかわからなくなり、一瞬にして眠りに落ちた。A さんが言うには、それ以来音が怖くて怖くて仕方がない。足音や、何かがジャンプするような音、家なり、水滴の音などが聞こえると、体内が震え上がってしまう。いつまた自分がああなるか、自分の周りの人がいつああなってしまうかと思うと、怯えてしまって困る、と言っていた。その時、住職が何と言ったか覚えていない。普通に考えれば、精神的な病ではないか、ストレスへの防衛で怒りに転化したのではないか、などが考えられると思う。が、僕にはこの話は、勘違いや偶然とは言い切れない。僕の母方の祖父が、似たような話をしていたことを知っているからだ。祖父は若い頃、友達とその恋人と三人で、恋人の故郷である中国地方のとある県に物見遊山に行ったことがある。恋人の一族の墓参りを済ませ、帰ろうとしているうちに、友人が便所に行った。そして便所から出るなり、待っていた祖父に殴りかかってきた。血の気の多かった祖父も即座に応戦し、両者血みどろになった。その際、目つきや首絞め金的など、普段はそんなことしない友人が、ダーティーなテクニックばかりを使ってきて、その殺しきっぷりに驚いたらしい。そのうち、血相を変えた土地のおばあさんがかけてきて、二人にベタベタする水をぶっかけた。何をする？と怒り心頭に発した祖父だったが、いつの間にか男たちに取り囲まれており、袋叩きにされた。恋人が周囲を走り回り、人を集めたものらしい。その後、友人がおかしくなったのは、ムタチクル様の呪いのせいであり、二人とも暴れているから二人やられたのかと思った、こうするしかなかった、などと言われたらしい。ムタチクル様とは、六、タチ、クルー、か、なし、タチ、クルー、とでも書くのかもしれないと祖父は言っていた。ムシャクル様が転化したか、祖父が聞き間違えたか、記憶違いもあり得る。水をかけられ袋叩きにされたことに納得いかない祖父が噛みついたところ、友人は誰かに恨まれており、これはおそらく人為的な呪いだ。今回は払えたが、これ以上はどうすることもできないと言われた。思い当たることがあった様子の友人の手前、祖父はそれ以上は何も言わなかった。そして友人の恋人は、顔面蒼白となっていた。彼女にはかつて婚約者がいた。友人はそれを知りつつ近づいて、婚約者から女性を奪い取ったプレイボーイだった。婚約者を奪われた男はこの村の出身だった。男は恋人を奪われたことでひどく落胆し、当時住んでいた住居を引き払い、北海道に移ったらしい。
そして、北海道から友人に、ムタチクル様の呪いをかけたのではないか。とは、祖父の推測に過ぎない。しかしその数年後、その友人は恋人を殺し逮捕された。無理心中を図ったとも、発狂したとも言われたそうだ。祖父は、僕の母が札幌出身の父に嫁ぐことにより、北海道に移住することに最後まで反対していた。また、とある県には絶対に足を踏み入れることもなかった。北海道のどこかと中国地方に、実際に、現実に、人を呪い殺せる者がいると祖父は信じていた。そして祖父はそのことを過剰とも言えるほどに恐れていた。ちなみに、前述の A さんは、今もご存命だそうです。ただ、なぜ急にそんな現象に襲われたのか、その恐怖から解放されたのかどうかは、わかりません。